私もあなたと同じなのよ。え？見切りつけろとかけじめつけろとか言って、結局は私も何かを諦めきれないだけ。お客さんの恋人をしてもらったお金を私はまた夢につぎ込んでる。私に才能がなければ何の意味もない夢に。19で活躍してる女優さんはたくさんいるし、夢を見るのはただじゃないから。なわけねえだろ。え、俺と水原が同じなわけねえだろ。俺来週レンタルするよ。え、その次の週も、またその次の週もレンタルするよ。は、いくらかかると思ってるのよ。いくらでもいい。え、そしたらまたバイトして借りる。その次の週だって、また次の週だって、水原レンタルするために毎日すっげえ働くんだ。ちょっと何無茶。バカ言うなよ。水原は毎日めっちゃ頑張ってるじゃねえか。ボロアパート住みながらスクール通って、電化でしながら生活費稼いで、これ以上どうやって現実的に生きろって言うんだよ。大地、俺やばあちゃんの前であんなに完璧な彼女やってる水原に才能ないわけねえだろ。今日の舞台もすごかった。水原が一番だったよ。俺には何もできねえけど、俺がレンタルして金払えば、それで水原が夢見られるって言うなら働く。俺どんだけでも働くから。だから諦めるなって言うな。やば、勢い余って。できないこと言わないでよね。だいたいなんであなたにそこまで。本当現実見えてないんだから。